持っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。教室があるんだ。夜な夜な誰もいないのにピアノの音がするんだよ。でも聴いてみると心の安らぐ音色だったんだ。なのにある時を境にそれが不気味な音色に変わったんだよ。それが少し気になっていてね。よくある怪異話だが、音色が変わったか。何かの理由で音が汚れたのかもしれないな。何か演奏しているな。本当に不気味な音色だ。ここから音が聞こえるね。汚れた音色に引き寄せられたの。にこの迷惑な演奏をやめさせようぜ。音がやんだ。誰もいないか。何かないかな。この子が演奏しているのかな。確かに曲は月光だった気がする。おっさんより子供の天才の方が人気は出るよな。これってまた始まったぞ。あなたたち誰ですか？ピアノを弾いていたの？弾くのはいいが大層近所迷惑になってるぜ。迷惑をかけるつもりはないんです。私はただ一行を弾きたいだけなんです。コンクールで弾いた思い出の曲だから。でもなぜかピアノの音色が変わってしまって、いくら弾いても思い通りの演奏にならないんです。何が原因なんだろう。この子の演奏は音そのものが汚れていた。汚れを生み出している何かを特定するしかない。この絵、反応した。この絵はジョバンニなんだ。雑誌に載っていた音楽家か。さあ、こいつが汚れの原因だな。やっぱりだ。自分の弟子とこの子を重ねて嫉妬していたんだ。天才など認めない。私が最も偉大だ。おいおい、子供相手にみっともねえぞ。大人は黙って子供を見守るもんだぜ。もう大丈夫だよ。これでまた月光が弾けるね。はい、ありがとうございます。いい曲だな。そういうこともわかるんだね。どういう意味だよ。よかった、私ちゃんと弾ける。ちゃんと月光が弾けるんだ。よかった。もう聴けないのはちょっと残念かもな。そうだね。聞いてよ、元の音色に戻ったんだね。心が安らいだね。よし、次だ。少しずつだが近づいてるぞ。うん、こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったね。くれ。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。どうだ。なんだこれ。力が湧いてくる。なんだ。何が起こってるんだ。あの巨人だ。まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったね。そこだ。平気？心配だな。いい感じだ。出てくるなら出てくるって教えておいてほしい気分だ。あれはうかつに近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込んだ。案内する。行くぞ。突っ込むって大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。どこにでもいるな。の襖、やけにそっけないな。その襖にはかつて竜が描かれていました。合戦に敗れた武家の者が仲間を弔おうと思い、彼らの血を墨に混ぜ竜を描いたのです。しかし弔いの竜はこの地に災いをもたらしました。死者の血で汚れちまったんだろうな。それだけ死んだ者の恨みが大きかったってことか。その時の住職はすぐにこの襖を焼き払おうとしました。ですが竜は襖から抜け出し、地面にある流血に飛び込んだのです。そして龍脈の中に消えていったと言われています。絵の竜が逃げた？そんなことが本当に？汚れが原因ならあり得るぜ。龍脈に流血。少しこの辺りを調べてみるか。おそらく龍脈の中に龍は潜んでいるはずだ。あそこ。竜は龍脈を移動してる。追えば流血があるはず。これが流血か。よし、こいつを閉じるぞ。待て。逃げた先にも流血があるはずだ。これも閉じるぞ。そうすれば竜は行き場もしない俺たちの前に出てくる。俺の出番だな。逃げた。他にも流血があるはずだ。全部閉じるんだね。了解。なってきたんじゃないか。すごいよ。うまいぞ。追い打ちのチャンスだぜ。け、大したことない。2桁倒したんじゃない？もう何も言わねえよ俺は。とりあえず回復したいよ。もう終わりみたいだな。さあ、元の場所に戻るんだ。寺に戻ってみるか。あの絵がどうなってるか気になる。竜の穢れは払った。ようやくこれでまっとうな弔いができるぜ。ありがとうございます。これで長年の災いが消えるでしょう。こうして見るとよくできた絵だね。ああ、今にも飛び出しそうだ。実際飛び出しちまってたけどな。なんだろうこれ。もっと救えるはずだ。